ウーバーイーツ。えだ。僕、あの、週に2、3回ぐらいはウーバーイーツ頼んでるんですけど、今日の人は、すごい人だった。なんか、ガチ勢だった。ウーバーイーツガチ勢。頼んだものは、ロッテリアで、チリのなんかハンバーガー。あと、チーズスティック2本。チーズが伸びるんだってよ。ハンバーガーもね、ちょっと美味しそうだなと思って。あと、飲み物は、黒糖タピオカ。ウーバーイーツほんと楽しい。わー、タピオカだー、久々だー。うぃー。みんながすげえハマってる時僕はハマんなかったんだけど、みんなが飽きてきた頃に僕タピオカハマりだしたんですよ。まあまあ、タピオカ専門店ではないからね。チーズスティック。おーほーほー。おお、あ、全然ちぎれない。うん、うめえ。ウーバーイーツ木パン、サブチャンで定期的にやろうかな。週に1回ぐらいのペースで行きたい。生放送とかで。うん、ウーバーイーツ頼むといろんな人来るじゃないですか。毎回違ったりとか、たまに一緒の人来たりとか、なんかこの人すごくて、ダイヤモンドってのがあるんだね。すげえと思って。しかも配達見て、999 満足度 98%。 すげえなと思って。確かにめっちゃ丁寧だった。社員さんかなっていうぐらい本当めっちゃ丁寧だったし、この人のすごいなって思ったのが、なんか、ウーバーイーツやってる人で大体、リュックと、あとはマスクとか、半袖だったりとか、結構みんないろいろバラバラなんですけど、この人は、長袖のジャンパー着てたんですよ。で、この後ろにさ、あの、扇風機みたいな、ブワーンってこう、風を送るやつあるじゃん、内側に。それを着てて、だから、めっちゃなんかもう、なんだろうな、厚着してんだけど多分涼しいんだろうなっていうのと、あとは、なんだ、こういうやつ、インカムみたいなのもやってたし、左手のここにスマホがガチャンってこう乗ってた。こうなんか固定されてて。これでピピピってやってんだろうなと思って。もうガチ勢だった。ウーバーイーツガチ勢。うん。チーズシェイクとハンバーガーとタピオカミルクティー。うん。早く食べて。編集しなきゃまた。今日編集しなきゃいけない動画が溜まってる。YouTuber ってね、楽な職業って本当思われがちだけど。確かに楽な動画で稼いでる人もいるかもしんないよ。なんか他人の蜜を吸って、それで動画にして、全然自分のオリジナル性がない他人の蜜を吸って動画アップして、それで稼いでるような人ももちろんいますよ。中には違法なことをしてる人もね。そういう人は一切抜きにして、純粋に YouTuber と呼べる、ほんと YouTube で生計を立ててる人。僕とか、そういう本当にね、ウームの多くのクリエイターさんとか。でも YouTuber って本当に、いいから出られないんだよね。編集ばっかりだから。まあ、ノートパソコン僕持ってたら、もっと自由に編集できたんだろうなとは思うけど。ノートパソコンあるけど、今ゆうちゃんが持ってっちゃったんですよ。でももうすぐ、なんか昨日かな、ニュースでもやってたんですけど、韓国と日本で今規制の緩和に向けてなんか協議してるって書いてあって、でそこには企業関係者は入国を緩和するみたいな、その協議をしてるらしいんですね。だからやっと進展があったから、せめてそれがね緩和されれば
お仕事しに行ったり来たりとかできるから、ちゃんと事務所の名前を出せばね、行けるのは問題ないと思うので。うん。あと僕、Uber Eats ね。僕のルールなんですけど、僕必ず、チップ、5% のチップを送るようにしてるっていうか、接客態度がよっぽど悪くなければ、チップをあげるようにしてるんですね。まあ、少しでもね、なんか、その人の足しになればなと思って、こう、一生懸命運んでくれてるから、まあ、クレジットでいつも払ってるんで、こう、スマホでチップ渡せるんですけど、一回だけ僕、チップ渡さなかった人いました。マジで、超態度悪かった。態度悪かったっていうか、ずっと無言だった。ドア開けても、あ、出ていきなりもう自分のバッグから出して、こちらです。で、終わり。ありがとうございますとかの一言もないし、だからその人はチップあげなかった。うん。いいお腹を満たせた気がする。タピオカがカチカチになっちゃってる。ああ、ちゃんと食べた。ごちそうさまでした。編集するぞ。